まあ、佐藤さん自体なかなかやっぱりすごく人気な人というか、うん、本当に予約でいっぱいなトレーナーで、うん、なかなか、まあ、そう2週間に1回行ってましたね。2週間に1回、うん、まあ大体月3回2回ぐらい通って、まあ2日3日ぐらい通ってまた北海道戻ってきてトレーニングを、そのトレーニングしてまた新しいトレーニングをっていう繰り返しずっと、ワイドも勝ってるんで勝ってたね、はい、でクラブハウスに置いて、でオフシーズンだったんですけど、うん、もうそこで毎日毎日自転車こいでる形でトレーニングしてました。まあ自転車だけじゃないんですけどね、うん、スクワットとかもあったりとか、デッドリフト系のトレーニングもあったりとか。あ、そうなの、はい、そういうのもいいんだっけ。そうですね、うん、今もチャリやってんの。やってます。まずそこ、まあそんなに限界でやっぱりシーズン入ってたらなかなかできないんですけど、うん、まあ、奥分けはでも結構それに近い追い込むような形 で、うん、でそれでさ、怪我する前と後でそのやってるトレーニング結構変わったじゃん。そうですね。この動きの感じはどう、後の方がいい。僕はまあ後の方がいいっすね、はい、後の方がシンプルにやっぱ腿周りがでかくなったっていうのが、うん、やっぱ上半身もだけどいや僕ね、上あそう言われるんですよ、よく上半身上半身って言われるんですけど、僕一番でかくなったのは太ももなんですよね、まあまあまあ、やっぱ体ってバランスだからどっかでよくなるとそれに追いつこうとするじゃん、はい、うん、でやっぱり、まあ、上半身もこう鍛えるっていうところは、うん、まあ、こう膝を守ることにもやっぱつながるので、うん、言われた。いやそれ言われてます、はい、でもやっぱり足だけで支えるのもあれかなっていうのが、うん、いや俺の感覚的には上あんまり重くなったらちょっと膝に負担がかかるのか。そうですか。僕全然大丈夫です、マジででかくなったもんね、その間に。そうっすね、まあ、暇だったんでねトレーニング上半身をやれとは言われてないんです。背中をめっちゃやれって言われました。あ、はい、まあ、もちろんラグビー選手とかもやっぱもう行ったらめちゃめちゃゴツいんですよ、うん、もういや、こんなに当たられたら絶対死ぬなみたいな人たちが、うん、たった重さなんか5キロぐらいのやつを指に引っ掛けて、こう上に上げるやつがあるんですよ。背中をこうやってヒーみたいな、そう、こうやって引っ掛けて上げていくんですけど、まあ、姿勢作ってやっていくんですけど、もうそれでヒーヒー言うんですよ。普通ベンチで120とか、うん、なんかもっとか上げてる人が、うん、それはなんでかというと、インナーマッスルがしっかりしてないからっていうふうに、インナーマッスルをまずしっかりすることによって姿勢も立つし、うん、あの当たられた時とかにも腕が立つ、うん、もちろんそのアウターの筋肉を出せるんですけど、うん、まずはインナーマッスルっていうのを大事にされている方なので、うん、その背中のトレーニングとかはまあやっぱり今も継続的にやって、はい、だからなかなか当たり負けすることももちろんあんまなかったかなっていうのは感じますね。まあ、僕やっぱ小さい方ですけど、バランスも良くなったかなっていうので、うん、まあ、体重も増えた。体重はそうですね、大体 3キロぐらいは増えたんじゃないですかね、うん、それでかいよね、やっぱね、重さってやっぱ強さだから。そうですね、うん、あの大体僕64ぐらいだったんですけど、うん、まあ、今大体67.5、まあ、夏場とかで、うん、まあ、ちょっと変動ありますけど、うん、俺もちょっとそのトレーニング増えてましたもんね、めっちゃ、はい、俺はそのサプリメントを取り始めたら一気に5キロぐらい増えて、 でもちょっと気が増えたから、あ、ちょっとそれ重いかなと思って今3キロ増ぐらいにしたの。はいはい、ちょうどいいですか。じゃあ結構ちょうどいいし、本当に当たり負けがない、うん、まあ俺 J3 で行ってやったけど、結構肉弾戦の方ですもんね。そうそう、絶対にバチバチって玉際とか。そうなんだ、ね、だけど結構余裕持って普通にあっこいよぐらいな感じで待てるから、うんうん、お前より本当にいい。2ヶ月後にね、うん、前十字も出てきたんですよ。それ前十字なんか最初ちょっとなんか見たらこのふにゃってなってるんですよ、うん、最初ってふにゃってなってる、伸びたわけみたいな、はい、うん、それがピンってなったんですよ。あ、そう、はい、でそれを止めなくて見てね、いやこれはすごい、うん、見てこれをどんどん太くやっぱなっていかないとダメ、うん、でそれをまたトレーニング、うん、次また4ヶ月、うん、5ヶ月といったらそれがもうピンってなるの、なりました、NRI の画像もそれがこうピシッとこうついて、はい、しっかりそのしかも正しいところについたすね、いろいろあるんですけど、だから正しい位置につかないとやっぱりダメみたいな。それがちょっと怖いよね。そうそう、まあでも吉明の場合は全部切れてないから、全部切れてないんですけど、こう ね、はい、太くできるけど、その切れた人とかってちゃんとそのそうそうそうね、なんかそれがくっつくのかっていう不安はある。それはあるんですけど、うん、まあ、僕はまあ幸い半分になってるのもあって、うん、まあ、しっかりこうパシッとこう元あるっていうところ、うん、こうついてくれて、で左右差も測ってみたんですけど、まあもうほぼほぼなし、なくなった、ほぼほぼなし、まあちょっとあります、うん、はい、何ミリかっていう、うん、ちょっとあるんですけど、それはあの手術しても合う、うん、あるよっていうふうに言われたんで、もともとあるかもしれないし、そうですね、もともとある人もいるっていうふうに言ってました、うん、
でもう結局グランドに戻ったのがもう5ヶ月で戻ったんで、うん、でも結構かかったね、はい、いやでもそれはもう大事に来ました、うん、やっぱり前例がないことだったんで、そのトップアスリートで前十字 50% 切って手術しないといけなかったんで、うん、そこは一回佐藤さんとも話し合って、うん、その時にはもう MRI とかはあもう問題なしです、うん、で問題がなさすぎたんでもうチームドクターとかにはもう3ヶ月からもう足していこうって言われてるんですよ、うん、いやでも佐藤さんは今走らなくて、うん、まあ走ったらやっぱりこう負担がかかってしまうし、うん、やっぱ今ちょうどこうよくついてきたところに刺激を与えてしまうと、まあ、またうまくならない可能性があるので、うん、もうバイクで十分ですから、バイクと僕が言ってそのスクワット、うん、デッドリフトだけで十分、十分ですって言われて、で僕も佐藤さんにもそこはもう任せようと思って、ね、うん、走り始めたのが4ヶ月です、うん、はい、ジョグ開始し始めた。どうだったの、走った時の、まあ、最初はやっぱりこの4ヶ月走ってないんで違うよ、ちょっとやっぱり違うんですけど、うん、自転車も違うんで、でも全く問題なかったです。あ、そう。で徐々にこうスピードも上げていくトレーニングもしましたけど、うん、全く問題もないし、うん、まあ、結構みんな手術の明けても肉離れとか落ちやすいんですよ、うん、やっぱ筋力的なところがなかなか落ちてなかったんです、うん、全く問題なかったです、膝自体の違和感もなし？なしです。あ、そう。全然なしです。で、リバウンドもなかったです。うん、基本手術したらリバウンド起こるじゃないですか、結構。まあなんかそこの違和感はある。違和感があったり、うん、水がたったり溜まったり、あ、一切なかったです、うん、それでシャトルランとかもやりましたけど、うん、めちゃめちゃ自分がパワーアップしてる感じだったんですよ、うん、走り始めとかこの切り返しの部分での加速って言いますか、うん、それがもう自分の中で全然違うというと、うん、バランス系のトレーニングがあるじゃないですか、動きなんか拾ったりとか、うん、なんかこう水平にしてとか足一直線にしてみたいなのあるじゃないですか、うん、で結構昔ぐらついてたんですけど全くぐらつかなくなったっていう効果として実感しました。ちょっとパワーアップしてるっていうふうにすごく感じました、うん、じゃあむしろ良かったっていう感じだった。この言い方言ったら変なのかもしれないですけど、うん、僕は怪我して本当に良かったなって、うん、本当思ってます。いやでもそうなんだよ、はい、怪我してないとそのトレーニングとかその人にも気づけないし、ね、ちゃんとね出会ってないから、うん、だってきつくてやめたぐらい。いやそうなんですよ。きつかったんですよ今回も。でも今回はいや俺は絶対復帰するっていう、そうだね、俺は絶対前十字をつなげるねっていう、そう強い気持ちで臨んでたんで。怪我ってそういうもんだと思ってて、うん、もうね悔やんでもしょうがないから、そうですね、もうそれがあってよかったっていう風にやっていけばいいんだよね、うん、そうですね、うん、バイクで細いんで、擦れるんですよ、また飛ぶから太くなりすぎたから、いや、まあ、それね、最初からですよ、まあ、やっぱなかなか自分に合ってないこの、うん、細い、その本当に競技用ペダルなんかサドルって、うん、こいでると股がもう擦れて血だらけになってましたから、ね、あ、そう、まず血だらけでした、最初。それに皮膚強くなった。強くなった。で、しかも僕テーピングを巻いてくださいって言われたんですよ、うん、ずっと四六時中です、まあ、今僕試合とかやってる時巻くじゃないですか、テーピング、うん、あれを私生活でも巻いてくださいって言って、うん、それはなんでかって言ったら筋肉を正しい位置に持っていく、うん、テーピングのやり方なんですよ、うん、それが。だからこう筋肉がほんまやったらこうあらないといけない筋肉がやっぱり自然と普通にしてたらこっちに落ちちゃってるんで、それをこっちに持ってきてあげる。マジで？で、こっち今もしてるの？今はもうしてないです、リハビリの時は、で、しっかり正しい筋肉のあり方で正しく自転車をこぐことによってさらに効果が。それ普通の人はしなくても大丈夫？まあ普通の人はどうなんですかね。普通の人っていうかその怪我してなかったの。でもやっては僕は損はないと思いますけど、でも四六時やって僕ただれちゃって、ああなるよ、もうかぶれてかゆいし、うん、もう本当にやけどみたいな、水ぶくれのやけどみたいな、足にめっちゃ最初できたんですけど、それも人間の体ってすごいのが適応して、あ、そう、もうなくなるんですよ。それはびっくりしました僕、最初だからもうすっごい寝る時も痒かったし、うん、剥がすも痛いし、俺のテーピングダメなの、はい、でも僕もそこはもう気合いで、うん、はい、でも仕方ないと思って気合いで乗り切りました。かぶれのないテーピング作ろうよね。いや作ってくださいよ。そうなったらもう飛びつくでしょ。2017年に内側断裂して剥がれたのをボルトで止める手術をして、はい、今もボルト入ってるけど、どうですか。いや結構ね、やっぱ嫌なんですけどボルト入ってるの絶対違和感出ますよ。嫌なんだけど、多分タイプにもよると思うんだけど、結構伸ばしたりしたらそこを直す力が多分強くて、はい、半ペンみたいにこう繊維じゃなくてペタンってなっちゃうんですよ。
でそれが剥がれたからここにもう一回くっつくのかなっていうのが先生は不安だったらしくて、ボルトで止めた方がいいんじゃないか、で止めて、いずれ外そうと思ってたんだけど、やっぱ怖いじゃん、外したら全然くっついてないわみたいになったら、だから今も入ってんだけど、最近このその手術したところの下のふくらはぎよくやるんだけど、多分その影響だなって思ってて、なんか絶対そうっすよ、そう、僕が思うのは。それでバランスってまたその手術の影響のなんか皮膚感覚とかをなんかやり直してて今、トレーニング感覚やっぱ痺れてなくなったりしてるから、触覚弱いところとかある、あるっす、ありますあります、あります、そういうのがなんか脳が誤作動を起こすらしくて、もうだからこの右膝の半月板やったんですけど、まあ、でもここのこの下のところはつまんでもちょっと痛くないんですよ、そうそうそう、はい、やっぱ切るっていうのは神経絶対傷つけちゃうから、本当人間の体ってすごくて全部さつながってるってことなんですよ、だからそれを滞らせることになるから絶対影響はあって、だから俺今爪楊枝とかはその感覚ないところに刺したりして、そうしたら治ってくらしいの。マジですか、うん、あ、思い出させるみたいな、そう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 なるほど、とか、ね、その電動歯ブラシの振動とか、を当ててそういうの戻してて、そうですね、じゃないとまた怪我しちゃうから、ああまあ単にそこの筋肉だけの問題じゃないなっていうのを今思ってるから、まあね、やっぱりできるだけ手術メスを入れないっていうのは本当に方がいいなと思う、まあ、でも仕方ない人もいるじゃないですか、まあね、僕らやっぱトップアスリートなんで、まあ、まあ僕も京都で何回も往復したって言ってるんですけど、まあ、そこだって飛行機代もかかるし、ね、まあ、トレーニング代もやっぱかかるじゃないですか、でなかなかこの一般の本当に、ね、学生の子たちに対しての、あ、なんていうんですかね、ためになったかっていうのは正直僕もまあ分からないところあるんですけど、私、はい、実際それでやってみてダメだったっていう人も出てくるだろうし、はい、そうなんですよ、だから一概に僕が絶対正しいってわけじゃないし、うん、まあ、僕は本当死ぬ気であったんで、まあ身を結んだかもしれないんで、ちゃんとその佐藤さんが言った きついトレーニングをやらなかったら、多分くっついてないと思うんですよ、だからそこまでこう本気で向き合えるかで、あると思う、もしそれをやるならそうですね、もう死ぬ気で覚悟を持ってやらないといけないっていうところはすごい感じますね、中途半端にやってしまうと多分中途半端に治って、まあ、中途半端にこうね、終わっちゃう、本当にでも先を見るならそっちの方がいいよね、そうですね、で、あの手術してから佐藤さんのとこに行くのも僕は全然おすすめ、佐藤さんは本当にすごいトレーナーだし、やっぱそういうエラーをなくしていく、体のエラーをなくしていくっていうところではもう本当にもう群を抜いているところで、まあ、僕みたいにメスを入れずに治っていくっていうのもあれなんですけど、術後の、ね、術後のそうケアがやっぱあるので、あの東福岡の子と一緒になったんですよ、でラグビーで花園を目指してます、でも怪我しちゃったのが7月の終わりだったんですよ、で花園まで4ヶ月しかなかったんですよ、でもやっぱ僕は最後花園出たいですっていうところで、しましたから4ヶ月全治、全治です、完全断裂です、完全断裂、普通4ヶ月で言えないですよ、しかもラグビーですよ、小笠原光男ぐらいだもん、でやっぱ東福岡のね、あのコーチとかも、ね、佐藤さんとかが任せるってことなので、全国にそういうなんかすごい人って結構いるじゃん、そうですね、だから、まあ、手術をしないでそういうところを探すっていうのも、そうですね、まあ、相談してみるのがまず、で自分に合ったあのやり方をまた提案してくれると思うので、出会いだよね、そういうのもね、出会いでしたね、本当に人とのつながりで、佐賀君の声かけてくれなかったら僕は多分佐藤さんに電話することもなかったか、佐賀さんがその試合見てなかったらね、そうです本当に佐賀君今でも気使って、どうだ足の調子もとか、リハビリ中も焦んなよみたいな感じで言ってくれたりとか、すごい、これも札幌でやってるから、あ、やってますよ、ルーキーの時やってます、ルーキーの時、あ、ですか、そう、なまりすごいよね、やばいっす、大河、マジ最悪か。いやもう、ほんまそんな言い方ですよ、本当に、お前、お前焦んなよ、絶対焦ったらダメだぞ、めちゃめちゃいい人です、もうまだやってるもんね、そうそう、で、加賀君もずっと佐藤さんのところで、あ、そうだ、シーズン結構いつも行ってますよ、はい、このまま行ってみよう、じゃあきついっすよ、それでも好きじゃん、結構きついでも、ほんまに、いや、試してほしいわ、マジできついんで、体作るには最適っすね、どういう感じですか、まあ、こんな感じですかね、やっぱメスを入れない方がね、まあ、できれば、いいとは思う、俺も、
ということで皆さん参考にしていただければ。はい、ちょっとなんか喋りすぎたんで。喋る回だよ。まあインスタしかやってないよって人のために、うん、ちょっとまあインスタライブとかでも近々話そうかなって思ってるので、うん、まあ、そっちで見てもらえたらっていう感じですかね。うちのチャンネルで話してくれてありがとうございます。いやこちらこそ本当に YouTube で素晴らしい喋らせてもらって。残りますしね、もし何かわからないことがあれば自分にまたなんか DM なんか、はい、してくれたら、はい、できる限り全部返したいそうですね、全部返したいなと思うので、ぜひありがとうございます。ありがとうございました。